皆さんこんにちは、こんばんは。およそ300メートル先、じっちゃんね、ガラッパ公園に来ました。何をしに来たかっていうとね、鯉のぼりを見に来たんだけど、あ、いっぱい上がってるね、鯉のぼりがね。まもなく左、わあ、車がいっぱいだな。その先、鯉のぼりをね見に来たんだけど、なんかね曇ってきてさ、雨が、小雨がぱらついてるのかな、はい、ここのね、なんていうの、中にね、川の中に島みたいになってるんだよ。島みたいにねなってるんだけど、そこがねガラッパ公園っていうとこなんだけどね。車は止められるね。ここはねガラッパのオブジェがねいっぱいあるんだよ、あちこちにね。あちこちにさ、こんなガラッパのオブジェがねいっぱいある。あのほら丘の上とかね、こっちの方にもさ、ほらいっぱいあるよ、カッパのねオブジェが。鹿児島ではねガラッパって言うんだよね、カッパのことをね。カッパのことをさガラッパって言うんだけど、ガラッパ大王、ガラッパ大王だって。水江ちゃん、グラマーな水江ちゃんだね。お、花がいっぱい咲いてる、ちっちゃい花がさいっぱい咲いてるね、ほらいっぱい咲いてるよ。でね、ここに、ここにさ滝があるんだけど、湯能の滝っていうのかな、ここ湯能の滝だったかな。滝のとこにさいっぱいね、鯉のぼりが上がってる。
今回はね、ガラッパ公園に鯉のぼりをね、見に来てみました。湯の滝だったと思うけどね、そこにね、ガラッパ公園っていうのがあるんだけど、そこのね、鯉のぼりを見に来てました。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。